あ、短い。あいつら始末しちゃうか。お、サプレッサー付きだこれ。で、一発ずつ込めるやつだこれ。いや、全員やっちゃうか。ちょっと弾は貴重だから動かないでほしいな。あ、死なない。このハンドガンは別の方かな。いや、ちょこまかと。あ、サプレッサーついてる。これは隠密を強いられるかな。襲いかかってきたら撃とう。くらえ。ナイフ強えわ。やはりナイフがナンバーワンだ。あ、ナイフ刺さってる。もう一本刺さってる。お、あっ。そうだよ、あのモンスターが普通にフィールド走り回ってるから、地雷のことすっかり忘れてたよ。この左腕の機器がちゃんと探知機になってるんだった。仕留めた。ちゃんと機器にも目を配ろう。で、度胸があるならこれにゆっくり近づいて、怖いからセーブしとこう。これにゆっくり近づいて回収もできると聞いたんだが、こいつは俺のもんだ。おっしゃ。これは点火するところだけを回収したのか。これ敵の検知音、アイテムの検知音、そして地雷の検知音、すべて同じ音だからマジで気をつけないと。道中にまたハテナのアイコンがあるから探索しよう。この辺好き放題走り回れないな、地雷満載なら。こわ、なんもないか。左側赤のアイコンが。ボート発見。なるほど、陸路でも目的地に向かえるのかな。今は探知してる赤のアイコンは向こう側だけど、まあまあちょっとこっちを探索してみよう。おお、なーに。連中を哀れむ奴はいないだろうね。悪党が来た。これはそのためのスナイパー。うわ、姿が見えん。あ、いた。あ、そうだ、一発ずつ込めないと。うわ、これ新しいアタッチメント欲しいな。当たってない。なんか拡張マガジンとかどっかで、あー、手に入りそう。はい、オッケー。はい、オッケー。治療して。じゃあコルシュより敏腕スナイパーだぞ。よし、
どこが敏腕じゃ。え、オッケー。まだいる？あ、いた。ん？もうちょっと左。わ、狙うの難しい。あってよかった。よし、さあさあ、遺品、あ、待てよ、遺品回収だからといってまだ地雷があるかもわからないから気をつけよう。さすがにないか。分解。あ、新しいアタッチメント。4人ぐらいはいたよな。草が多くて見にくい。これで全員だ。うん、ウサギを連れてる。非常食？まあまあまあ。この右側の建物、ハテナのアイコンがついてるな。おっと？ハンドガンだと左の探知機、視界に入れないんだな。この水は渡れる水なのかな？あ、ハテナが一気に増えた。この水は渡れるかい？無理だね。だからボートに乗れってことか。見た感じ、この建物入り口らしい入り口はないし、手前の方にあったかな。おっと、入れる？入れなさそうだから、この辺の死体なんかあったりして。はい、あ、っていうかこの水はめちゃくちゃ浅い。こっち側からだと入れないから、もうボート使うか。まだ若干モンスターの、あ、モンスター湧いてる。まあまあまあ、ボート乗るか。この赤は何を探知してんだろう。この辺みたいなんだけど、あ、これだ。な、資源のリサイクルだな。これ取っちゃったらもう近づいても大丈夫なんだね。撃ったら多分爆発するだろうけど。ではでは、方向的には右の方に行けばいいのかな。あ、ハテナ増えた。どんどんハテナ増えていくな。大事にしてくれよ、ボート。もう置いてきちゃったけど。地元民？
こに寄せれるな。地元民は別に敵対勢力じゃないし、ボートの運転難しいんだよね。よし、無理やり。ショップ目に物見せてやる。どうしたどうした、入れる。おい、誰だ、奴の手先か。これが実の兄弟にすることか。この俺に殺し屋を送り込んできやがったのか。殺し屋じゃない。違うのか。それはすまなかったな。悪いのはあの野郎だ。あいつならやりかねないからな。俺がこんな吐きだめで臭い飯を食ってるのはあいつのせいだ。ねえ、黙れこのクソ野郎。焼かれているか。黙れクソ野郎め。俺の兄弟にそっくりだ。あいつは一緒にやってる車屋を乗っ取ろうとしている。俺の取り分ごとな。車屋だって。クブシノフ兄弟のライトトゥードライブだよ。知らねえのか。お前越してきたばかりだな。俺たちは有名なんだぞ。日本の中古車を扱ってるんだ。なんだって。高級車をね。ゼロから始めたんだ。いろいろ苦労したよ。だがビジネスが軌道に乗った途端、あの野郎俺を裏切りやがった。ある日事務所に行ったら新入りの警備員がいて、そいつが俺を締め出しやがった。全部奪われたんだ。なんてやつだよ。経理のアンジェラは正しかった。あんなやつ信用するんじゃなかった。あいつが台無しにした。すべてぶっ壊した。でもそれは戦争が。ああ関係ねえ。あいつが俺を裏切ったんだよ。わからねえか。だが俺に考えがある。なあお前、俺たちの店まで行って金庫の中にある帳簿を探し出して持ってきてくれないか。それが証拠になる。もちろん奴をのたれ死にさせる気はない。なんだかんだ言っても兄弟だしな。俺はあいつとは違う。だが奴の毒牙は抜き取らせてもらう。手を貸してくれるか。まずは俺の兄弟を捕まえて暗証番号の半分を吐かせろ。共同事業者ってことでお互い半分ずつ覚えたんだ。バカなことをした。暗証番号を全部知ってたのはアンジェラだけだ。やつから暗証番号の半分を聞き出し、金庫を開け書類を持ってきてくれ。やってくれるな。俺が知ってる分の暗証番号は1234。絶対ダメな暗証番号よ。はあ、もういい、早く行け。俺はここで待ってる。あいつに、あのバカに思い知らせてやる。覚悟しろ、覚悟しろよ。ざまみろ。1234はいかん。覚えやすいけど。覚えやすいけど。あ、戦前にそういうごたごたがあったっていうおじさんね。引き受けることになっちゃったけど。どこのことなんだろうな。車屋っぽいところを見つければわかるかな。船を使わなくても渡れるぞ。船の操作難しいからね。できれば陸路がいいんだな。ああ、地雷に気をつけよう。うん。OK、このまままっすぐ行っても。というか、地図よく見たら、船がなくても陸地同士渡れるようになってそうだぞ。ありがてえ。あとは地雷に気をつけながら。あ、それは見落としてた。あ、ここも渡れるんだ。おっと、
ああ、で、地雷があったんだ。ああ、こんなところに。なるほど。じゃあ、地雷を避けたいなら船を使えってことか。もう二度も引っかからんぞ。で、ハテナが前方に。なんか悪党でもいそうだけど。一応今、昼頃か、ゲーム内時間。これ、朝とか夜の概念ないのかな？ベッドとかあれば夜にできると思うんだけど。盗み聞きします。そういう話じゃない。俺たちはお前のことを見ていた。お前は賢いし分別もある。お前みたいな人材がいる。だがお前はまだ新人で物も知らない。だから少し話しておこうと思ってな。暇な時に考えてほしい。考えるのは好きだよ。それでどんな話だ。いいか、俺たちのボスがいるだろう。彼がどんな男かは知っているよな。あとお前の直属の上司クリム、彼のことはもっとよく知ってるな。いいか、あの二人は絶対に敵に回すなよ。奴らが人を生き埋めにする理由を知ってるか。え、そうすることで埋められた奴は死ぬまでの間に自分をこの世に産み落とした親、そして先祖を恨むようになるんだ。ああ、それは敵に回したくない。まあそうだろう。つまり言いたいのはこういうことだ。あの二人が手を組んでる限り俺たちは無敵だが、その関係が崩れたらどうなる。もちろん俺たちが口を挟むことは何もない。だがどっちかが優位に立った時、そいつは自分を支持しなかった奴らを敵と見なす。そうなったら終わりだ。だから俺たちみたいな人間はいざという時に備えてついていく人間を見極めないと。で、どっちにつく。それが分かったら苦労しねえ。こんなのはただの妄想に過ぎないしな。だがその考えが頭にあれば、まともに考える脳みそのあるやつなら、どっちに風が吹いているかを感じ取ることができる。そしていざという時に正しい判断を下せるはずだ。分かった、ありがとう。真剣に考えとくよ。そうだ、トムとキャプテンが無線で話をして、クリムについてはトムが処分するだとかなんとか言ってたから、どの道も対立は免れなさそうなんだけど、現状僕の仲間ってことでいいね。今会話をしていた人たちは、会話も終わったことだし、ちょっと会いに行ってみるか。ここ、お前どうやって。お前何者だ。サムだ。トムの下で働いてる。ああ、お前か。知ってるぞ。お前が2番目のアメリカ人だな。ああ、この辺りにいるとは聞いてた。よし、こっちに来い。いろいろ見せてやろう。伊達にスカウトって呼ばれてるわけじゃない。お、あ、見たことあるやつ。まず辺りにいるバッドウィングには注意しろ。見たことはないが、鳴き声なら聞いた。声から判断するにかなり巨大で凶暴だ。それに序盤にいたやつだ。負傷してる。わかった、覚えておこう。次にお前の目的地は消防署だ。ここから見える塔のある赤い建物だ。カラスだったら一瞬で行ける距離だな。ああ、だがお前はカラスじゃない。近くてもたどり着くのは大変なんだ。ああ、カラスなら楽々だな。いいか、あの戦争前の未完成の建物だ。あそこを通るんだ。消防署のある上の沼地に行く唯一の道だ。そこには店を構えるギャングがいる。奴ら以前は人身売買をしてた。だが最近の流行りに切り替えて人型ミュータントを捕まえ始めた。信じられるか。
ずっと前から奴らとは敵対関係にある。どの道連中はよそ者が嫌いだ。お前を見た瞬間に撃ってくることは間違いない。警告なんざしない。だから見つからないように行動しろ。はい、わかった、そうする。他に何かあるかな。ああ、これか。こっちを見てくれ。小島に2階建ての塔みたいな建物があるだろ。戦争前は警察署だった。今はギャングに乗っ取られてる。イカれた野郎どもだ。奴らもまたファグリーを捕まえるのに忙しい。このビジネスは今急成長してんだよ。奴らはあそこを倉庫にしてる。略奪品も置いてあるだろう。ふう、あの小島には多分いろんなものが隠されてる。数年前ギャングたちが町に現れた。イカれた野郎どもだったが、やり手だった。奴らより規模のでかいギャングたちに貢がせ、金を払えない者は殺した。奴らは高度な訓練も受け、装備も整ってた。映画で見るような防具や銃、ナイトビジョンゴーグルもだ。ハッ、奴らは絶好調だった。少数ながら廃墟一帯を支配するまでになってた。で、それに我慢できなくなった他のギャングたちが結託し、奴らを完全に潰した。だから今あそこに残ってるのは奴らのサインのついた物資だけ。ナイトビジョンゴーグルをつけた頭蓋骨だかな。見落とすなよ。なぜだ、物資なんてとっくに奪われてるだろう。そうとは言い切れん。奴らは派手好きでな。それぞれの貯蔵庫がパズルの箱みたいになってて、選ばれし者だけが開けられる。俺たち凡人には開けられん。うん、何度か隠しボタンを見つけて扉を開けたやつもいるが、たまたまだ。法則を解き明かしたわけじゃない。バイアスのないアメリカ人の目で見ればそれがなんだかわかるかもしれないな。そうかもね。ファグリーのこともある。ああ、そうだった。貯蔵庫のある島には気をつけろ。そこにいるファグリーは特別でかくて強い。よくわからんが、そのでかい奴らには需要があるんだ。だからハンターはそいつらに手を出さない。時々数体捕まえるが、あとは繁殖のために放置されてる。そうか。そんなところだ。俺たちは必要に応じてお前のサポートをする。話はこれで全部だ。役に立つだろう。ありがとね。幸運を祈る。ありがてえ。じゃあな。今どれがどれなのかちょっとよく分かんなかったんだけど、バッテンがついてる方向的に消防署は向こうの方なんだよね。これいただき。